分かるように私は笛を。怖いわ。おいでおいでやかんやかん。もともと RBC のアナウンサーをしてた宮城あんり、はい、いるじゃないですか、うん、まあ今も仲良くお付き合いしてるんだけど、あんりが最近仕事で結構いろいろなアーティスト、タレントさんとかと一緒に具志堅用高さんも一緒に仕事をして、うん、でその一緒に仕事をするからってことで、やっぱり一緒に共演される人たちのこうなんか今までの歴史みたいなのを調べて、うん、アンディが具志堅用高さんに最初に言った一言が、うん、具志堅用高さんプロボクサーだったんですね、うん、そっか、うん、若い子はタレントさんと思ってる人いるんだ。そうなの。なるほどね。いやー、さあ具志堅さん、うん、そうだよ。なるほど、そこまでセットでおかしいね。そうなんだ。そうなの。具志堅さんがプロボクサーだったって知らない人がいるのか。いるんだと思う。面白い、面白いキャラ、まあ、タレントみたいな。なるほどね、うん、確かにガッツ石松さんも現役知らんもんね、私たち考えてみたら、うんうんうん、そうだね、うん、具志堅さんは現役かろうじて知ってるので、うんうん、だってもうスーパーヒーローじゃん、沖縄が生んだ、うん、ね、うん、すごいね、すごいよ、愕然とするね。プロボクサーだったんですね。え、プロボクサーだったんですね。まだ怖い。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、世界チャンピオンですからね。応援してるもん。はい、ということで、はい、宮城亜美さん、はい、亜美でした。はい、相変わらずですね。相変わらず元気です。